ちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は美容整形、鼻整形のお話をします。先日私は鼻の整形を受けたんですけれども、そのまとめとして、1、手術当日の様子の振り返り、2番目に手術翌日の様子、3番目に2日目から6日目までのダウンタイムの様子をお送りします。今日は手術から6日目のお昼なんですけども、本来は7日目の明日になってから撮影した方が1週間後っていうことでキーがいいんだと思うんですけれども、ちょっと私のスケジュール明日が詰まってたっていうことと、あとは今日6日目の時点でなんかね、もう傷もそれほど痛々しくもなくなってきたので、6日目でも明日の7日目でも一緒かなと思ったので、今日撮影してお届けすることにしました。6日目のお昼の様子ね、ちょっとアップしますよ。あ、こっちでアップせんといけんかな。はーい、ここに傷があります。で、こっちの方は鼻の頭はね、ちょっと今乾燥でカサカサしてるけど、それほど大きなものはないかなっていう状態ですね。これメイクしちゃってるんで分かりにくいかもしれないんですけれども、手術直後から今日の朝の状態はノーメイクで撮ったやつをメインにお送りするので比較してみてください。整形当日の様子、こちらは撮影していないのでこのままトークでお送りします。ちょっとメモしたやつ見る。予約時間は夕方の17時ですね、5時からでした。クリニックに行ってカウンセリングを受けました。まあ最終確認ですね。その時にね、先生もいや、そんなにまあやるほどでもないんちゃうかなっていうね、言葉もあったんですけども、まあね、やるって決めてたので、お話通り手術することに最終的に決めました。そしてそこから洗顔をしてオペ室に行きました。消毒とかこの辺の覆うものシートみたいなのをかけたりして、実際に手術が始まったのは17時35分ぐらいです。手術の準備の髪の毛まとめたりとか消毒は、脂肪吸引とか切開リフトの時よりも全然簡単なものやったんですね。あとお洋服も手術着に着替えることなく行った時の服のままやりました。経験者の方ならわかると思うんですけれども、じゃあ麻酔ちょっとチクッとしますねっていうね、なんかお馴染みなのか知らないけど、結構どこのクリニックでもなんかそれ言われる気がする。チクッとしますねって。この間ね、ちょっとたまたま他の YouTuber さんの動画見てたらね、韓国でもこれ言うらしいですね。日本人の方が韓国に整形行った時に、はい、チクッとチクッとって言うらしいです。まあね、それ聞いたらまあちょっと心構えもできるし安心かなっていうのはありますよね。で、ただ今回最初におそらく麻酔打ったのこの辺なんですよ。小鼻縮小するのでこの辺ね、この辺打つんですけども、めっちゃこれが私は痛かったです。その痛いっていう心構えをせずに手術スタートしたので、これはもう完全に私が悪いんですけど、麻酔をされてる間中めちゃくちゃ後悔しました。わー、痛い痛いで、なんで手術するんやろみたいなね。手術するってことに対して後悔じゃなくて、なんか本当に心の準備不足でした。だから局所麻酔、局所麻酔やったんですけど、小気麻酔ありますよね。小気麻酔今回つけるのを忘れたっていうのと、あとは静脈麻酔で眠ってる間に、意識がない間に済ますっていうのが、今後鼻整形する方にはそっちがいいんちゃうかなって私はおすすめしたいし、自分自身もね、もう一回もしするとしたらちょっと絶対静脈麻酔つけるかなって思いました。その痛さは歯医者の麻酔と同じぐらいのレベルか、それよりちょっと痛いかな。例えば抜歯するとかめっちゃゴリゴリやる時ってギューって最初なるけど、チクチクその周りに打っていくと思うんですよ。そのチクチク周りに打っていくのは、痛みがだんだん最初の麻酔が効いてくるから 70% ぐらい 60% ぐらいの痛みに減っていくと思うんですね、私の経験上。ただ今回はこっち打って、で今度こっちに打つ時って、全然こっちって別にこっちのしびれが来てるわけじゃないから、最初から 100% の痛みがもう何回も来るんです。でその後この辺にも何回も打ったので、歯医者の1回目の痛さがもう何回も続くって感じ。はっきり数えてなかったんですけど、
8回か10回ぐらい刺したんちゃうかな、チク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 、なんかそんな気がします。今回全体を通しても麻酔痛かったっていう印象が私は大きかったです。そして手術の順番ですね。まずは小鼻縮小、内側切開法をやったんですけど、ここを切って処理したと思います。でその次にここの鼻先のクイックの糸の修正術を私は選んだんですけども、そこをやってもらって、でここが決まった段階でここに戻って最後縫い合わせるっていう手順をされていたようです。というのがね、先にここ縫って小鼻を切って処理して縫い合わせてしまいますよね。そしたらこっちキュッとした時にここに余分な部分が出てきて形が決まらなかったらあれなので、小鼻の切ったところは切りっぱなしで放置して鼻先をやって最後ここ止めましたっていう説明でした。なんか切りっぱなしで放置っていうのがすごい私はツボにはまったんですけど、見てたら多分グロいやろね、うん、なんかここが裂けたままというかね、開いたままこっちやってるはずやから、もうお医者さんってすごいなって思いました。やってる間は麻酔してるからそんな激しい痛みはないんですけど、私は結構ね引っ張られる感じが苦手でした。どういう状態やったか自分見てないんでわからないんですけど、なんかね鼻フックみたいな、鼻フックでかーみたいな感じの引っ張られ感、だから麻酔でどうしようもないような痛みですよね。例えばまあピアス開けるときにここはね針で痛いとしても、こう引っ張ったら痛いじゃないですか。そんな感じかな、引っ張る痛みがちょっと苦手でしたね。それは結構耐えてました。私のこのお鼻の先端、団子っぱな部分がどうやらちょっと癖があって、糸でキュッキュッってやってた時にキュッとすると上に上に向こうとしてたらしいんです。これ後から先生に聞いたんですけど、上向いたら向きすぎたら良くないじゃないですか。今アップノーズとか流行ってるけどね、鼻の穴が見えちゃったら豚さんみたいになったらかっこ悪いので、そこを収まりいいように調整するのに少し時間がかかったみたいです。自分の感覚としてはなんか引っ張られてるなとかね、なんか刺してるなっていうのは若干あったんですけど、まあそのね調整のところが長いなって個人的にも思ったので、先生に半分以上終わりましたかって聞いたんですよ。でそこのね時点で結構ね耐えてるのがしんどくなって、でもしいやまだ半分もいってませんってなったらもう結構絶望やなって思って、終わるだろうなって予測していたんですけど、まあ勇気を振り絞って半分以上終わりましたって聞いたら、ああ終わりました終わりましたって言われて、切ったり縫ったり引っ張ったりもうないですかって言ったら、あないですないですって言われたので、ちょっと安心しましたね。なので体感的に、まあ素人なんでね、その鼻の手術の時間とか全然わからないんですけど、これぐらいで終わるやろなって勝手に予想してたよりも長かったんで耐えました。忍耐が必要だった。あとこの引っ張られるっていうのが苦手な感覚だったので、なんか辛いなと思ってね、やっぱ上向いてるから涙がね、勝手にでーってずっと流れてたんです。まあ、激痛で泣くとかそういうんじゃないんですけど、ああ、早終わってほしい、早終わってほしいってずっと考えてました。小鼻の切ったところを全部の処理が終わって縫い合わせて消毒ボンドしますねって言われて終わったのが18時30分ぐらいですね。だからまあやるの自体が1時間ぐらいかかったんですけど、それは本来ならもうちょい早く終わる予定だったらしいです。私のこの鼻の部分がキュッとしたら上にねプリッと燃えてくるっていうのがあったので、その調整を結構時間かけてやってくださったみたいです。手術から帰ってきて家に着いて直後の様子、約30分後の様子は動画を上げてるのでそちらをご覧ください。結構ちょっとグロいかもしれないんで、こちらの動画ですね、見てください。はい、ではここからは手術翌日の朝の動画をお送りします。そして動画の後には2日目から6日目までのダウンタイムの様子を画像でお送りします。連続して写真撮ってたんですけれども、すいません4日目を撮り忘れてると思います。はい、でも大体の経過は分かるので参考にしていただけたらと思います。まあ、傷がねちょっと映るから苦手な方はね半目とか薄目で見ていただけたらと思うんですけど、あと結構しびれがずっとあって無表情みたいな感じです。うん、本当にね翌日は喋りにくかったですね。では翌日の様子ご覧ください。
おはようございます。次の日の朝になりました。まあ、夜中っていうか夜中やっぱり痛かったですね。はい、その関係でしんどい。それがまあ仕事の関係ですごく早起きなので2時ぐらいにゴソゴソしてるのをね気づいて、まあ痛くてあんまり寝てなかったというか眠りが浅かったので、目が覚めたっていうのはあるんですけど、今の時点でもまあまあ痛いですね。ジンジンズキズキって感じです。朝になったらここのね絆創膏じゃないわテープを外していいっていうことになったのでちょっと外してみようかなと思います。今のね状態はねこんな感じ。ここにあんまり見えへんかな、これ針穴ですね。針穴がなんかエクボみたいに5日間ぐらい最長1週間ぐらい残りますよっていうのがあるのと、傷はここですね。今ここここでボンドでくっつけてるんでかなりキュッと寄ってるんですけど、まあ、ボンド取れたらねちょっとブクッとなります。このテープを今から取ってみようかなっていうふうに思います。いやでもねまだここ笑えない、口角上がらないですね。ここがなんか動かない人みたいな。今ね翌日の朝6時20分なんでちょっと声が出にくい、寝起きやから声出にくいっていうのはありますね。テープ剥がすのに前ね濡らしながらやったらなんか取れやすかったって学んだので、前のリフト、石灰リフトの石灰リフトやったっけ、石灰リフトかなの時の学習したからちょっと濡らしてみます。でもこのテープほんま目立たへんね、なんか肌と一体化してる。二重のアイテープっていうか二重ライン作る時このテープ使ったらいいんちゃうかな。ちょっと怖いけど外しますね。手術の時どうやったとかちょっと言ってないことで思い出したこともあってまた言いたいんですけど、何分ここが動かなくてねなんか喋りにくいんですよね。表情が作りづらいのでやっぱもうちょいこの、ね、ダウンタイムが1週間ぐらい落ち着いてから詳細をお話しようかなと思います。でね、あ、鼻毛はね全然抜かなかったですね。手術の時に鼻毛抜くんかなって思ったら、あ、抜くっていうか鼻毛剃りますかってカットしますかって言ったら、いやいや大丈夫ですって言って、私行く前に眉剃りのやつでガーってやっていったんだけど、あれいらんかったみたいですね。痛い。今はねこれテープのあれ、あ、取れへんわ。あ、でも本当に針のところがプクってエクボみたいってより逆に盛り上がってるかもしれない。あ、そういえば先生プクッとなりますって言うともね、プクいうことは膨らみやから私がへこむと勘違いしてたけど膨らんでるのか。こんな感じ。毛穴がひどいからそっちの方が目立つかもしれんけど、これが針穴ですね。でこっち側はこんな感じ。え、どれ毛穴、これか、これが針穴ですね。毛穴めっちゃあるか分からへん。はい、痛い。ここね今日かなり引っ張ってるんでちょっと形不自然やけど、こんな感じが翌日ですね。まあむくみっぽいのもあるかな。前の鼻どうやったか忘れちゃったな。もうこれ多分整形あるあるやと思うけど、整形した人ってやった瞬間に前の顔をなんか忘れちゃうみたいですね。なんか私もそれ一回ね、あれって思って、全然変化ないわって一回思ったことがあるけど、目の時ね、いやいやかなり変わってますよって先生に言われて、痛いなぁ。この痛みはねもう我慢するしかないですよね。もう我慢や。私はね次の日から全然平気なんかなって思ってたけど、そんなことないね。やっぱりダウンタイム、まあ痛みは3日ぐらいはあるんかな。痛み止め3個出てるので、あ、うん、早速飲んどこうかな。はい、でもね今ちょっとここも笑えない。うん、無理やり笑ったらなんかピキってなりそう。これが手術翌日の朝の状態です。
はい、いかがだったでしょうか。6日目のお昼の段階、メイクありの状態もう一度お見せするとこんな感じですね。大きな変化を目指した手術じゃないっていうことと、外側切開法をせずに内側からやったので、小鼻の小さくする部分については限界があるっていう感じの仕上がりではあると思うんですけども、私はねすごく納得していて、ナチュラルで気に入っています。鼻先は糸でやるクイック法っていうのをやったんですけれども、一般的に糸でやる手術って後戻りがあると言われてるんですね。ただ糸でやる手法についてもたくさんの種類がありますし、クリニックによっても術式が違います。私が選んだ方法は、後戻りは少しはあるけれども、ある程度固定されますという手術です。今まだ6日目の状態なので、これで完成とはねまだ言えないのかもしれないんですけれども、満足していますし、やりすぎたなとも思ってないし、全然変わってないっていうふうにも感じていません。総合的にやってよかったなっていうふうに思います。鼻の整形についてはいろんな方法があるんですね。今日の動画を見て、あ、ダウンタイムってすごい短いんだなって感じた方もいるとは思います。ですけれども、プロテーゼを入れたり、耳介軟骨を移植したり、大掛かりな手術をすれば、それだけ腫れや内出血が起きますし、鼻にギプスをしないといけないこともあります。クリニックによって手術内容や術後のケアは大きく違うので、一つの例として見ていただけたら嬉しいです。私が受けたクイックの修正術は、切開することなく鼻先を小さくすることができる手術です。使う糸は外科手術にも使われるナイロンの糸で、溶けないものです。術後にどんな形になるのかはカウンセリングの時に先生が説明してくださいます。今回の手術の術後の注意点なんですが、腫れについては2日から5日でほぼ収まるということでした。私の場合も今6日目でほとんど腫れがないと思います。内出血についても 1,2 週間で落ち着きます。鼻先の針穴については数日間赤みが出ることがありますが、メイクは翌日から可能です。入浴や洗髪についてなんですけれども、当日はお顔を濡らさないようにシャワーを浴びることができます。お風呂と髪の毛を洗うのは翌日からできるそうです。お化粧自体は翌日からできるんですけれども、クレンジングとか洗顔で強く顔をこするのは1週間ぐらい避けてくださいということです。術後にもらうお薬は痛み止めと抗生剤があります。痛み止めについては痛い時に飲むんですけれども、最低6時間空けてくださいということでした。抗生剤は毎食後1日3回飲むんですけれども、処方された分を最後まで飲み切ってくださいということでした。私の場合はちょっとね、もう全部飲んじゃったんで忘れたんですけど、5日間分出たかなと思います。すいません、忘れました。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。また別のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。